はい、レクストの西野です。本日はオーディオセミナー第4回で、テーマは、音質向上と音質変化はどう違うんだろうというところでお話していければなと思います。例えばですね、私がオーディオメーカーの代表なので、新製品のうたい文句でこの製品は非常に音質向上効果が高いっていううたい文句を出したとしますね。そうすると、時々ご批判いただいて、いやいやその音が変わるだけで音質向上はいいとは言い切れないんじゃないか、それはあくまで音の好みの範疇が移動してるだけではないかということで、音質向上というなら、その証拠を出せみたいなお話、ご批判を受けることがあります。音質向上しているかどうかっていうのは、私たちはそのメーカーとして誇りをかけて、そんな音質変化だけしているような製品はやっぱり世に出さないわけですよね。例えばものすごく極端な例でいくと、例えば、音楽が鳴ってるとしますね。それをスマホでもしもしって電話してパッとスピーカーに近づけて、ほらこの曲だよって聞くのと、それを実際にサブスクなんかでイヤホンで聞くのとでは随分音質は違いますよね。そこからそこへ行ければ確実に音質向上をしたっていうことです。昔でいくと、例えばそういうのはカセットテープの時代とか、VHS ビデオの時代とかっていうのは如実に体験としてあって、例えば、VHS で3倍モードで録画したら途端に絵も音もひどい音になるっていうのとか、カセットでも、安い、カセットとメタルテープとかだと明らかにメタルテープは音がいいっていうような印象があったので、そういう音質が向上するという体験がたくさんあったわけですよ。今例えばスマホのとか、プレイヤーの機能でイコライザーがついてますよね。でイコライザーを動かして自分好みの音にするの、よくいい音になった、このいい音になったっていうのはやっぱり音質変化であって、音質向上とは言い切れない部分があると思います。では音質向上と確実に言えるためには、じゃあどういった証拠が出せるのかというと、実際証拠というのは出せないですね。計測では音質向上を捉えることができない。これはまた今後のセミナーで語っていければなと思いますけど、やれるのはやっぱり第3回で、お話した通り、自分たちの中にある音の基準、これがメーカーとしてどれだけしっかりしてるかっていうところにかかってくると思います。きちんと音が平行移動して、変化しているだけ。例えば、高音が出なくなったことによる低音が出てるように感じるとかっていう変化っていうのはやっぱり平行線であって、音質向上してる、やっぱりその上へ行く、高みに行くっていう音質向上効果っていうのは、得られる瞬間っていうのはやっぱり、私たちも手に汗握る、体が震えるみたいなことが起きるぐらいいかないと、やっぱりその音質向上とは言えない部分が多いと思います。じゃあこれを、比較的簡単にチェックする方法、例えば、何でもいいです。オーディオアクセサリーを自分たちが導入して、音が良くなったか、音が変わったのは分かるんだけれども、これ本当に音良くなってるのっていうことを比較的簡単にチェックする方法がありまして、それを一旦外して聞いてみます。外して聞いた時に、うちのライブ配信でよくやってるがっかり視聴ってやつね、撤去した後に、それをがっかりしてしまったよっていうなら、これは確実にアクセサリーの効果があって音質が向上しています。比較視聴してがっかりしなかった、例えばそのアクセサリー外してみてがっかりしなかったっていうことは、例えばその、外した元の音もいいじゃないの、つけた時の音も確かにいいけれども元の音もいいよねってがっかりしなかった、これはですね、平行移動、音質変化、音質向上じゃなくて音質変化の場合が多いので、それははっきり言うとどっちでもいい。今のそれが例えば本当に音質向上するアクセサリーであったとしても、現状の自分の環境や、リスニング能力からするとどっちでもいいってことなので、私なら一旦撤去しておきます。後でややこしい問題になりかねないので、そこが足を引っ張るとかいろいろあるものですから、一旦それは撤去しといていいのかなと思いますけれども、そういった時にがっかり視聴っていうのは1個やっとくと、音質向上したのか音質変化なのかを見破る自分の基準になると思います。これは私もアマチュア時代から含めてやってきた手法であって、すごい大変な作業をしたのに全然音が変化してるだけで良くならなかった、なんだ元の音のが良かったじゃんってね、よくある話で、そういう失敗をもとにやっぱり経験値っていうのはアップしていきますので、是非面倒がらずにがっかり視聴っていうのを一度体験されていくと、音の音質変化か音質向上かっていうのはチェックしやすくなろうかと思います。はい、レクストの西野でした。今回もありがとうございます。失礼いたします。